長年スポーツに打ち込んできた方は、そのスポーツの動きの癖があなたの足を痛めているのかもしれません。皆さんこんにちは。足の専門家、中島武史です。今回はスポーツによる動きの癖ですね。良くないやつの話をお伝えしたいと思います。スポーツって体にいいようなこうイメージがあるんですけど、運動はいるんだけど、ただスポーツって体に悪い側面、無理をかけてる側面って言った方が正しいですかね、もあるので、それがすごく響いてるっていうことはよくあります。だからスポーツ選手っていうのは怪我が多いっていうのはやっぱ無理なことをしてるんですよね。で、ただスポーツをやってる間はある程度覚悟してても、スポーツをやめた後ですよね。例えば学生の頃運動してて、その運動部とかスポーツをやめた後、そしたら問題ないのかというと、その時のその動作が日常に染み込んじゃってる場合があるんですよね。気づかぬうちに。で、それは意図的にやめていかないともう取れないので、それのせいで体がすごく悪くなっている方がおられます。だから今回はその話をお伝えしたいなと思います。内容ですね。まずどんなスポーツでどんな癖がつくのかっていう代表的なやつを挙げていきますね。で、二つ目が、それをじゃあどうすればいいのかっていう話ですね。どういうふうにして解除していけばいいのかっていうところをお伝えしたいなと思ってます。今回の動画であなたは知らずに身についていた日常の癖、スポーツによるものですね、を、理解して、それを、意図的にやめていくことで、体がどんどん楽になっていく、怪我とかがしにくくなっていくということを体験したり、経験することができるようになります。私は足の専門家であり、体の各動作改善の専門家でもあります。で、私の動画ではそのような体の動作の改善とかの動画をどんどん上げてます。いろいろ役立てていただけることもあるかと思うので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では、どんなスポーツでどんな癖がつくのかについて解説していきたいなと思います。まず、バスケットボール部とかバレーボール部だった人っていう方によくある足の使い方ですね。この手のスポーツは機敏な動きをしないといけないので、親指の付け根に体重を乗せなさい。例えばバレーボールだったら、こうボール待ってる間、親指の付け根に体重乗せなさいって指導者に言われたりすることがよくあるみたいなんですね。で、この親指の付け根に体重乗せた方が素早いのかどうかというのは、これは私はちょっと異論があるんですけど、まあ、今回それはちょっと話置いといて、親指の付け根に体重乗せておいたことによる弊害の方ですね。で、これはそのスポーツでもしも必要な動作だったとしても、これはすごくダメージになるんですね。どういうことになるかというと、つま先より膝が内にねじれてるっていう状態が続くことになるんですね。バスケ部、バレー部やった方は今その準備の動作してもらったら、つま先と膝が揃ってるんやったらいいんですよ。向きがね。でもこれが内側にずれてくると、膝が内側にずれてくると、要するに内側に体重が過剰に乗ると、これ足の病気の元なんです。この状態、つま先より膝が内に入るのは、内股とは言わないです。これ、過剰解内っていう状態なんです。まあ、正確に言ったらこれは解内という状態で、この状態が状態化して日常化することを過剰解内って、まあ、いうふうに言うんですけど、スポーツで機敏な動きするときに余震波それ必要だったとしても、日常でこれになっちゃうと、外反母趾とか膝痛の原因になるんですよね。単純な話で言えば、膝というのはまっすぐ曲げ伸ばしするのには強いけど、内に曲がった状態で曲げ伸ばしすると負担すごいですね。で、この足の向きしてると太もももすごい太くなっちゃうんですね。で、そのあたりの過剰解内がどうかという話はまた違う動画でも詳しくお話してるんであるんですけれども、例えばこの状態はテニス部とかもそうですね。ボール待ってる間、あとは野球部、ボール待ってる間、あとはバッティングするとき、ピッチングするとき、大体親指の付け根に体重乗せがちですよね。で、あとはサッカー部とかもそうですね。このあたりやった人たちは、その競技でその動きがいるんだったとしても、日常で親指に体重乗せすぎたらダメですよ。親指に体重乗せすぎたらなんでダメかというと、先ほどもまあちょっと理由も言いましたが、単純な話で言うと、土踏まずっていうぐらいから内側は踏まないんですね、基本はね。基本は外側に乗ってるもんなんだけど。だけどずっと内側に踏んでるともう土踏まず潰れてしまうんでね。こういう面から言っても問題なんです。だから、例えば、自分がどうかっていうのを確認するのは、靴のすり減り方を見ると、ちょっと一つ分かりやすいんですけど、これが全てではないですけど、靴が、かかとがまっすぐすり減っている、もしくは内側がすり減っている場合っていうのは、大体内踏みすぎですね。普通、足というのは土踏まずがあるぐらいですから、靴は外側からすり減るんですよね。で、このような状態の人っていうのは、ちょっと、もうそれが足の問題になってますよ。足の痛みとかにつながっていく可能性が高い、なってる可能性があるっていうふうに思ってもらったらいいと思います。
で、次にですね、剣道とか柔道とか、あとは空手もそうかな。この武道に近いですね。まあ、特に剣道なんか典型的なそれらしいんですけど、これ、すり足の癖がつくんですよね。うん、足をある程度上げてしまうと、その時に、スッと動けないから、もう、すり足とか、尺取り虫みたいに、こういうふうに寄っていったりするんですけど、普通に歩く時に、これはしないんです。指っていうのは逆に、こっちになるんでね。こっちはしないです。これ、ハンマートゥーという病気になりますね。で、すり足ということは足を上げない癖になってますから、上げたつもりの足が上がらずによくつまずくなんていうことが増えてくるんです。うん、競技ではそれはいるんだけど、競技というか武道ではいるんだけど、意図的に足上げるようにしないと、ちょっとやっぱり怖いですよね。うん。どんどん足の上がらないようになっていって、足が重くなっていきますね。うん。しかも武道の人も大体前傾だったりするんでね。前傾というのも足が、体が足にかぶさっちゃって上がりにくいということになりますから、うん。このあたりは、もしも心当たりがあったら要注意ですね。何もないところでよくつまずくな。で、私剣道部やったなとか言ったら、まあ、それ影響してる可能性でかいですね。もしくは、ご自分のお子さんが、あれ？この子偉いなんかつまずくの多いな。と思ったら、あ、この子もしかしてって。意図的な発想なのかもですね、それね。はい。で、あと、本当はこんなのが山ほどあるんですけど、もう一個私が絶対ここでお伝えしておきたいなと思うのは、バレエなんですよね。バレーボールじゃない方です。踊るバレーの方ですね。めちゃくちゃやっぱ無理があるんです、バレー。で、これは私の患者さんはやっぱりバレーの人すごく多く来るし、バレーの先生も来るんでね、おっしゃってたんですけど、日本人の骨格構造上足が開きにくくなってたりするんですね。それもあって、特に日本人にとったら難しい、無理のある競技らしいで、これは僕は聞いた話なんで正確な話ではないけど、もしかしたら違うという意見もあるかもしれないですけどね。で、ただ私が確実に言えるのは、バレーっていうのはほら、足をピッて伸ばさないといけないじゃないですか。膝をね。膝って前にしか普通曲がらないんですよね。でもそれが膝をピッと伸ばしすぎると、膝というのはね、普通は後ろには曲がらないのに、だん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 まっすぐ通り越して、膝が後ろに逆反りしていくんですよ。なんとなく心当たりある方、多分今話聞いてて、ああ、私かもと思ってる方おられると思うんですけど、膝が入っちゃうというか、本当は、こうなるのが、こっちにいちゃうっていうことですね。これ病気なんです、一応。反対に張る膝って書いて、反調室っていう状態ですね。これになると、膝っていうのは、まあ、安定感がすごくなくなるわけです。オーバーユースというか、こう向こうに行っちゃうわけですから、適切なところで止まれなくて、すごい不安定になりますね。で、筋力のあるうちはいいんですけど、筋力がなくなった頃に、ぐらぐらなって、えらいことになったり、で、膝っていうのは、突っ張りすぎると次、足の向きも内側にねじれてくるように繋がってあるんで、まあ、バレエの人はこれでだいぶみんな苦労してますね。だから大体バレエの人、まあ外反母趾が多いっておっしゃってましたけど、まあ外反母趾になるんで、それって外反母趾と繋がってあるんでね。っていうのはあります。はい。では、どうすればいいのかですけど、まず、単純な話で言うと、スポーツで求められている動きと、武道で動く求められている動きと、日常で正しい動きは別なんだっていう認識がいるわけです。スポーツで機敏に動けるから、日常も機敏に動くためにこれってまたちょっと違う話だっていう認識がまずいりますね。俺大丈夫かな？私大丈夫かな？っていうところですね。で、そのせいでもしかして太もも太いんかなとか、そのせいで膝痛いんかなとか、そのせいで巻き爪になってるんかなって考えてみていただきたい。で、あと、これは大体のスポーツにやっぱり共通して言えるんですけど、過剰に内側踏みすぎの人がすごく多いんですよね。日本っていうのは親指の付け根に体重乗せなさいっていう指導者がすごく多いんですよね。これ世界的に見るとそうでもないんですよね。どっちかというとそれじゃないんですけど、その話はまた違う場面でちょっと違う動画でしますけれども。で、なんせ親指の付け根に体重乗せすぎると、土踏まずで潰れていくっていうふうに思ってほしいんですね。あってここで思ってほしいとこなんです。で、足っていうのはだからベース外側に乗ってると。なんか必要な時に内側に乗るから内側をうまく使えるけれども、もともと内側踏んでたら、そうしたらそれ以上踏めないですね。だから、俺めっちゃ内側踏んで踏みすぎてへんかな。私めっちゃ内側踏みすぎてへんかな。本当は足って外側らしいなっていう認識があるとだいぶ違います。それと、あとは自分で気づくので言うと、靴の擦り減り方ですね。先ほど言ったように。靴のかかとがどこ擦り減ってるか、まっすぐっていうのはおかしいんでね。むしろまっすぐにしようとしちゃう人もいるぐらいらしいんですけど、まっすぐにしてはいけないので、そのあたりはちょっと要注意かもしれないですね。
で、そういうのを発見したら歩き方自体を正しく変えないといけないんだなと思って、一度ゆるかかと歩きレッスンっていう私の動画を見てみていただくとすごくいいんですけどね。で、そうすると正しい歩き方ってっていうのって出てるんですけど、正しいって言ったらおかしいですけど、自然な歩き方ってって出てるんですけど、あれだいぶ違うなと思ったらやる価値大いにありです。それがあなたの伸びしろというか体の改善ししろになってるんでね、まずはそこに気づいてほしいな。私ずっと野球だったんですけど、私がそれで苦労したんでね、すごく思います。いかがでしょうか。まずそもそも何度も言いますが、スポーツの動きを持ち込んだらダメなんだって思ってもらうところ、やっぱりスポーツの理にかなった動きがあるように、日常の動作もそれはそれなりの理にかなった動きがあるんだという認識にしていただくと、それを変えるだけで足の形や足の病気とか、まあ全身なんですけど大幅に変わっていきますんでね。はい、ご自身振り返って何か打ち込んだスポーツなどがあれば要注意です。気をつけてみてください。